が悩みに話して困るのです。話さないのです。研究してみてください。宿題を出すので研究してみてください。論文を書いてみなさい。私が点数をつけたいです。本来絶対者なる神様はどのように始まったのでしょうか。一度にさっと出てきて生まれたのでしょうか。それが気になりませんか。そんなことを言えば寄生教会の信者たちは、創造主は聖なる方なのに、そのも普通の子ではない、馬鹿げたことはやめなさいというのです。神様が生まれて出てきたのでしょうか。ただそのままいたのでしょうか。気になりませんか。その問題に対するには論理的背景を備えなければなりません。イオン博士、どのように出てきましたか。物理学の先生様がそれを知らない。